入学後は売上ベースでいうとどれぐらい？24万8000円の成果を上げることができたという形です。価値観の共有っていうのがね、情報発信では結構重要で、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はインスタフォロワー1400人で50人集客、そして24万円の契約を獲得した方法についてですね、弊社クライアントかなえさんと一緒に動画を撮っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お名前は蓮見かなえさんですね。現在のご活動内容を教えていただけますでしょうか。現在は筆文字の企業アドバイザーと女性のための集客の企業コーチングをさせていただいています。2本の、ね、柱で活動されていらっしゃるという感じだと思うんですが、はい、弊社実践 SNS 集客学科に入学いただいた、まあ、きっかけっていうのはあったんでしょうか。もともと筆文字をしていたので、うん、そこでは広告を出してお仕事として活動していたんですけれども、うん、北野先生のあるブログを読んで、うん、これからは広告だけではダメだと、 SNS を使って集客していく方法を身につけなければ生き残っていけないっていうブログを読ませていただいて、もうズバリ自分が当てはまったっていうのと、自分の生徒さんにも広告が最初からやっぱり使える方が多いわけではないので、うんうん、広告を使わずにどんな風に集客ができるのかっていうところを知りたくて、今回入学させていただきました。うん、自分自身は高校でうまくいってたけど、自分のクライアントさんにもより成果を出していただくためにも、コストをかけずに利益率 90% 以上で SNS で集客するを学ぶために、そういうスクールを探されていたということなんですが、でもそうは言っても SNS のスクールっていっぱいあるじゃないですか。で、うちを選んでいただいた最終的な決め手みたいなのとかって、ブログを見た後に YouTube をたくさんちょっと見させていただいたりとか、はい、インスタを見させていただく中で、はい、すごい分かりやすかったっていうところと、うんうん、すごく自分に入りやすくて、これなら自分でもやっていけるんじゃないかというところと、あとサポート面がすごいなというところで、これなら諦めず最後までできるんじゃないかっていうのを、私も2つ3つ見てたんですけれども、一番ここなら自分でもやっていけるというのがすごく感じたので、うんうん、決断しました。では早速入学前と後の状況の変化聞いていきたいと思うんですが、入学前の状況っていうところがどんな感じでしたでしょうか。まあ、それこそ筆文字事業の方はある程度広告でうまくいっていたということですか。いたんですけれども、広告費が高くなっていっているっていうのはすごく感じていましたので、うんうん、筆文字の方でも広告を使わずに自分も集客していきたいっていう思いと、クライアントさんにも広告を使わずに成果を上げていただきたいっていうところで、うん、企業面では、うん、正直もうゼロに等しい形で、ましてや無料集客からの売り上げっていうところも入学前はゼロだったと。はい、ゼロでした。そうですね。はい。それが入学後は売り上げベースでいうとどれぐらい？入学後はそのインスタから LINE に来ていただく中で、無料で GM 使わずに今回24万8000円の成果を上げることができたという形です。利益率で言ったらもうほぼ 100% っていうね。実際にこの SNS が売り上げを上げてみてどうでしたか？でも最初はどういったら申し込みが来るんだっていうのが全然イメージが湧かなかったんですけれども、はいはい、細かいところっていうのを教えていただく中で、うん、あ、こういう流れと大事にしていくところっていうのをしっかりと自分がやっていくことで、広告を使わなくてもこうファンになってくださって、お願いしてくださる方がいらっしゃるんだなってい う、 もう驚きですね。広告使わない方がね、売れるというか、うちもそうなんですけど、もう広告ってほとんどうちもかけてなくて、広告がものすごい今もう売れなくなってきてるんですよね、もう5年前と比べると。だからまあ今の時代もこういう感じでやっぱ SNS 集客をやっていくっていうのがねいいっていうとこなんですけど、ちなみになんですけど、今回お申し込みをいただけたのっていうのは、かなえさんの方からよくイメージとして、ゴリゴリコーチコンサルタントってこっちからセールスするんでしょみたいなイメージある人いると思うんですけど、そういうわけではなく、はい、インスタを見てくださって、公式 LINE に友達追加してくださって、そこからお客様の方から教えていただきたいんですけれども、どういった内容で教えていただけますかっていう形でメッセージをいただきました。お客様の方から欲しいっていう状態でご連絡いただけるってことですかね。はい、営業しなくてもお客さんの方から直接問い合わせをしてくれるっていうことほどね、嬉しいものはやっぱありませんので、で広告かけて逆に集客すると、結構こちらからゴリゴリにセールしないと売れなかったりするんですよ。っていうのもあってやっぱ疲れちゃったりとかね、あると思うんですけども、では早速ですね、今回ちょっとかなえさんのインスタグラムをちょっとこちらに表示しておりますので、これを見ながらね、集客成功の秘訣とかも聞いていきたいなと思いますと。で現在は、まあ、プロフィールコンセプトはね、一緒に初回コンサルとかで弊社のね、マーケターの堀畑講師から一緒にこちら作らせていただいたんですが、4、50
50代の女性のためのたった3ヶ月で人生が思い通りになる企業支援コーチ、蓮見かなえさんということで、延べ1000名以上指導したプロが教える小さく始めて理想を叶える自宅企業のコツで、無料オファーが全くの初心者でも月30万達成するおうち企業の始め方マニュアルっていうところで、まあ、LINE アートに誘導されていて、まあ、今ね、うん、1400フォロワーという形でめっちゃフォロワー数多いわけではないんですけど、まあ、マネタイズに十分成功されていてということで、ここはこんな感じでね、統一感を持って構築されていらっしゃると。で、実際にこのインスタグラムをされていく中で、かなえさんが意識しているポイントとかもしあれば教えていただきたいなと思うんですけども、1枚目のタイトルなんですけれども、私はタイトルとかつけるのがもう本当にすごく苦手だったので、はい、今回入学させていただいて、タイトルのテンプレートだったりっていうのを豊富にいただく中で、苦手なところを克服しながらタイトルを決めて投稿できたっていうところはすごく大きいなと思います。うちのテンプレを活用していただいてっていうことだと思うんですけど、はい、デザインも上手ですし、これだけ見るとかなえさんもともとデザイン上手だからできたんでしょっていう人もいると思うんですけど、そういうわけではなく、デザインはもう大の苦手だったので、だからこそこのインスタに投稿するっていうのが私はやっぱり嫌だったっていうのもあって、広告を使っていたっていう方が大きいぐらい、もうデザインはもう大嫌いでしたね。本当にそういう方多くて、私にはこんなデザイン作れっこないとか、めっちゃ時間かかりそうでめんどくさいからやりたくないって先入観だけでインスタ集客が諦めちゃう人ものすごいんですけど、すごいもったいないなと思って。1枚のスライド作るのに何分ぐらいですか、所要時間。最初はすごい時間かかってたんですけども、ある程度テンプレートをしっかりと締めてやっていく中では、今はかかっても、まあ、30分かかる時ももちろんちょっとあるんですけど、早い時は10分15分でできるようになってきたかなと思います。キャプションとかの文章を書いてね、1日20分かかっても、1日20分努力して集客できるんだったらもうやりなさいよって僕は思うタイプなんで、一個一個のメディアが資産となってね、積み重なっていきますので、3ヶ月前のね投稿がおすすめに表示されて、そこからまた新規の集客取れるとかっていうように、インスタグラム1投稿1投稿の、まあ、ショート動画とかもそうだし、フィード投稿っていうところが一人一人の営業マンとなってお客さん集めてきてくれる、資産作りをしてるんだよっていうことですよね、メディア構築というね。ちなみにこのリールっていうところとかでは、なんかどういう風な動画を意識してあげられてますか。自分らしさっていうのをまずは出すっていうか、飾らないで自分らしさを出しつつ、少しでも前向きになっていただけるような発信を心がけています。かなえさんを発信して僕も思ったんですけど、人柄でやっぱりね引きつけられているなっていうのもすごい感じていて、今の時代って僕みたいないわゆる集客コンサルティング会社っていうのもものすごいたくさんあると思うんですね。集客の塾とかコンサルもあるし、でそれこそかなえさんのような企業支援コーチやってる人ってもう何千人と日本にいると思うんですけど、その中でかなえさんがお願いしたいっていうのも、かなえさんだからっていうね、あなただから買いたいっていう、その人柄でしっかりとファン化ができている証拠だなと思っていて、そのためにはしっかりと自分を出していくっていうところで、リールとかでも実際にかなえさん自身がこうやって自分を出して顔を出して発信をされていたりするんですよね。かなえさんの場合だとお子さんもいらっしゃるということで、ターゲット層としてやっぱ40代50代のためのっていう風にしっかりターゲットコールをして、でその世代の方に響くような形で、例えばいやその世代の方だと、まあ、中にはねお子さんがいらっしゃる方もいらっしゃると思うから、子供にとっての一番の教育はこれだっていう、たまに自分のそういう価値観とかね、子育て論とかも発信していくことで共感を拾っていったりとか、こういう風な多角的なねテーマの配信ができるというのは非常にうまいなと思いますし、私が思う自分らしく生きるための7つのルールとかね、価値観の共有っていうのがね情報発信では結構重要で、逆にそればっかりやりすぎてもね何の専門家か分かんなくなっちゃうんで、たまにがいいんですけど、こういうところでしっかりと共感が取れているっていうのはね大きいと思います。今後ですね、かなえさんのちょっと目標とかね、まあ、ビジョンとかもしあれば。今回初めて広告とかを使わずにご契約をいただいて、このまましっかりとインスタと LINE とかも発信していって、やはりこの企業のコーチングの方で月収300から500は目指していきたいっていうのはすごくあるので、スキルだけを増やす方が多いのをすごく見ていたので、その自分の好きなことで自分らしく仕事していってほしいっていうところを一緒にやらせていただいて、300から500は行きたいなと思っています。全くのゼロから月に20万とか30万円の売り上げを上げるまでが僕めっちゃ大変だと思ってて、それ一回クリアした人って30から100万ってすぐ行くんですよね。で僕もそうで、ゼロから100万行くのに2年半かかったんですけど、100万から200万まで行くのって2ヶ月もかからなくて、で月商200万から月商1000万超えるのに7ヶ月ぐらいしかかかってないんですよ。1年以内で全然すぐ行けるんじゃないかなと思うんで、またぜひその時はね実績のポジションに取らせていただけたら嬉しいなと思うんですけども、最後にですね、この動画見てくださってる方でこれからやっぱ集客とか SNS をね一歩
踏み出していきたいけど不安ですって方もいっぱいいると思うんですけど、そういう方に向けて金井さんから一言メッセージいただきたら嬉しいなと思うんですけども、今は本当にインスタとその公式 LINE を使って集客していくっていう方法が自分が実際にやってみてすごく成果を出すことができたので、発信が怖いよとかデザインが苦手だからどうしようっていう方も入学させていただいたことで自分のできないところもクリアしていくことができたので、一歩踏み出したいとか今のスキルを仕事に生かしたいという方はぜひインスタとか SNS にチャレンジしていただけたら本当にその先が変わっていくなと思うので一歩踏み出してほしいなと思います。はい、ありがとうございます。で最後ですね、公式 LINE ですね、かなえさんの概要欄に貼っております。でこちら見ていただくとね、かなえさんのその配信とかも勉強になると思いますし、加えて今回ね登録いただくと全くの初心者から月30万達成するためのおうち企業のね始め方マニュアルっていうですね、まあ、講座、こちらのね動画っていうのはプレゼントでもらえるということですので、ぜひこちらもね受け取ってみていただけたらと思います。ということでかなえさん、本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいてプレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。